はい、どうも毎度おなじみゆうご .tv でーす。早速本日のお題を読んでいきます。面倒という人は親父臭い人。こちらのお題を今から読んでいきぜー。面倒という臭さと親父臭いという臭さはそっくりです。親父臭いということは面倒くさがり屋です。面倒くさがり屋ということは親父臭いということです。いつの間にか面倒が口癖になっていませんか。掃除するのが面倒、人付き合いが面倒、歩くのが面倒。確かにこの世の中にはたくさんの面倒なことがあります。人間は面倒なことを面倒なことを楽にしていくために発展と発達を繰り返し進歩してきました。携帯電話、電車、車、自転車など手間を省くために発明されたものです。だからといえ何も行動しなくなるのではだらしなくなります。親父は何をするのも面倒を嫌がります。あれやっといて大人になればわかる、自分でやりなさいと言って面倒を嫌がります。面倒を避けた結果体を動かさなくなり腹が出てくるのです。こうした面倒なことをどれだけ自分の中で禁句にしていくかによって今後の生き方に影響を与えます。親父臭いと言われたくなければ面倒とも言わないことです。面倒と言ってしまうと親父臭くなってしまうのです。今日の格言、面倒を禁句にする。なるほど、なるほどとか間違いない。俺もよく言うね、面倒、面倒だからいやいやとか、ついつい言っちゃう。てか面倒なことが嫌い、面倒嫌だ。なるほど、面倒って言わないように気をつけよう。ということで本日はこの辺で。それではドロン。